さあ貴族船第2回の後編始まりました、スカッと爽やか杯の3日目ということで。スカッと爽やかじゃねえってマジで。あれだいぶおかしいね。全然もう前半戦見てもらった人分かると思うけど、8でバーって闇が来てたのをファッて払拭したものの、9でバーッ飲まれたよね。飲まれた。そうね、まあ、789レース戦いまして前半、ついに新さんが1本当てて、まあ、16万使って8万3000円取るというね大技を出しましたで同じやり方をやったところ、まあコッパみじんですよ。外れたというね。はい、コッパみじん。10レースからでも俺頑張れそうな今レースになったな。やっぱ江戸川だから必ず強い人が勝つとは限らないっていうのがね、出ましたよね。ボタンの掛け違いは本当注意しないと。そこだね、そこが上手い人は多分ずっと勝てるんだろうね。ボタンの掛け違いキーワードですね、はい、ドドンって出た。はい、まああんま格ゲーになってないけどね。ボタンの掛け違えって出ても何のこっちゃだから。いやー、まさに次の10レースなんかは 1,2,3 に人気集まってますんで、 A クラスが 1,2,3 内側に集まってますんで、そこに 4,5,6 が絡むっていう予想と 1,2,3 で決まるんだけど、そこのボタンの掛け違いをミスんないように丁寧に配分するっていう、この二択になってくると思うんですよね。正直言うとね、はい、この1号艇はやばいよ。どっち方面にやばいんですか。飛ぶ。飛ぶ。2日目に転覆して、はい、3日目も5コースから6着で、うん、スタートも今節どんどん行けてなくなってる感じがするんだよ、うんうん、ここは逆に1、あーやっぱそうだね、1からでもめっちゃつくはずって言おうと思ったんだけど、うん、めちゃめちゃついてるから。めちゃめちゃついてる。10、うん、1から見てみて。124見て。65倍。123だけど 8.3 倍なの。いやだから123123123ボックスでめちゃくちゃ売れてんのよ、うんうん、そこだけオッズ下がってるでしょ今、うん、123の組み合わせ、うん、213とか231とか、うん、3号艇の山田哲也選手が非常にスタート早い選手なんですよ、うん、でフライング1本持ってるものの、うん、今節4走して3走0台、うん、おスタートめちゃくちゃ早い、はいはい、3走とも0台はすごいですね、今回怖いのは5号艇の宇田川選手、6号艇の上野選手という2人が、うん、かなりいい成績残してるところなのね、うん、宇田川さんはトーチ勝率も 34%、 トーチ連率ですか、非常に高いですね。僕のロジックだとこの人は切れないですね。これはねあると思うよ。めっちゃうまい、これだ。いやでもインが逃げるかって話なんだよね。そもそも三浦選手の直近10走イン逃げ、あちょっとやっぱ不安だね。直近10走中1着5本インコースから危ないね。ただ5本は1着取ってるってことだよね。だから 50% ね。だからやっぱ買わなきゃいけないよね。 50% あったらやっぱ当たるもんね。で江戸川で行くと、うん、江戸川のインコースデビューしてから8回しか走ってない、うん、ほいほい、そのうち5回1着。あじゃあやっぱ買わなきゃダメだね。もっと言えば直近から遡って5連続1着。ボタンの掛け違いか。どう掛け違えるかだよね。そう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 、我々の普通のボタンの締め方だと今当たってないから、うん、でも惜しいのよ1個ずれぐらいなの。そうそう1個ずれ、全部1個ずれ自分で言っててうんって思ったけどまあいいや1個ずれぐらいだよ。非常にイン逃げに不安があるところから、イン逃げが非常にハイカロリーな感じになっていると。ただし2号艇重野選手、3号艇山田哲也選手というところで、123ボックスがめちゃくちゃ売れてるんで、あえてそこを外してのイン逃げ、いやいや買ってみました。1,2,4,5,6,1,3,4,5,6、そんなにね遜色ないのね、4,5,6の成績だけを見てると。
だからこれあっていいんじゃないかというところが一つ。そしてもう一個、ここを狙いました。山田選手からの3-1と3-2、こちらもやはり 1-2-3 ボックスが売れてしまっているので、そこを削っての大勝負でございます。なんと、後半1レース目、これ僕勝負レースになってしまいました。6万いってるな。ちょっとさ、やっぱ狂ってる人が横にいるとだんだんまひってくんだよね。俺を引き締めなきゃいけないっていうのは分かってんですけど、手が止まらないよ正直。ちょっとこれも当たらないようだと本当に僕はいろいろ考えます。はい、貴族部で後半戦でございますけれども、初戦10レースですか。ちょっと申し訳ないんですけど剣ですね。2号艇3号艇 A1 で1号艇 A2 で4ごろに B っていう、要は 1-2-3 に集められたこのレースですけれども、ちょっと絞りきれなかったと。でスタートが非常によろしい山田さんを、3号艇山田さんを頭に3-1で5号艇ですね。5号艇宇田川さんっていうのが、僕のその江戸川ボートレースでのロジックであります統治連率、2連率が高い選手の一人なんですね。 30% あるんですよ。なので、3と1と5を絡めた、そして3と2と5を絡めた、こういった船券ですね。山田さん頭の3-1、宇田川さんに5、これ1万円で、山田さんから茂野さんに3-2から5、1万円で1-3-5、1-3-2、そして、宇田川さんに何かあったら困るんで、3号っていうのも押さえさせてもらってます。3-5-1、3-5-2と。なのでちょっとね、絞りきれなかったんで、今回は様子見という形での6万円投資。はい、すいません、ちょっと本当申し訳ない、今回絞りきれなかった。うまい。今いくら負けてんだっけ。今わかんない、30万くらい。まだ肉の味するんだ。うまいとか言ってたから、お腹空いちゃって。いや俺すごいなと思って。だちょっと後半戦始まってすぐで申し訳ないんですけど、ここはもうちょっと様子見をさせてもらいます。いくらいった。6万。様子見で。様子見。俺はさっきあのカメラの前で勝負レースだっつって6万入れたんだけど。なんかどうした今日なんか。いや今日どうしたじゃない、前回より全然いってるよ。あ、そうなの。勝負レースなんでしょこれは。勝負だ、ね、あ、じゃあ結構当たるってことだよね。あんまり当たるってこと考えてなくない。いや ちょっと大変失礼な発言が今出た。だってさ、大変に失礼な発言が今出ましたよ。本当。あ、なんか当たってんのはあんま見ないから。まあ確かにこの番組で当たってないっていうのはさっきディレクターからも苦情が入ったけど、うん、俺あの生配信のやつで2回当たってるからね。2回。あ、まあそうよね、うん、でもこれ大丈夫よ。これちょっとあんまね、よし山鉄行ってくれ。山田さんはね、重野さんに刺さる。スタートしました。角内4コース4番の進む内側の3人をスタート1番へと向かいます。1番三浦の陰線、2番の重野、さらには3番山田を差し込んでいく。よし、新人番の鈴木でバックストレッチです。1番の三浦がインから振り切って、さあこれ1-3-2以外だぞ。内側ついてきました。3番山田が前と立ちまして、いや無理かな。2番重野とその外側には1-3-2以外なんだよ俺は。3-2が16倍でまあ美味しかったね。トップ戦か1番三浦、2番さあ、ニカさんどっちかいなくなれ、いなくなれ。回ってきます。ホームへと戻ってきまして、2番手3番山田キープ。3番手は上に回ってきました。2番重野と外側からは4番の鈴木で、もレースは2周回目と入っております。重野さんなんだよね。2周回目の1番です。よし、5邪魔せろ邪魔せろ。今回は1番の三浦、2番手3番山田、そして3番手ですが、そっち回っちゃうと内々5番宇田が追いついてきましたけど、そうなっちゃうじゃん。2番の重野がつけて回って、さらには4番鈴木がまくってきます。まだ4が粘ってる、4が粘ってる。1-3-2いいぞ、1-3-2持ってんぞ俺。おいけおいしゃに、お前4人、4人、OK、山田さん、お前4頑張れ。3番手争い2周にマーク、内側2番の重野が突っ張っていきます。4番鈴木がつけて、いいぞ、ナイスさん、ナイスさん、ついていく、ついていく。ホームへと入ったところで2番の重野がわずかに3番手、しかし外側からは4番鈴木、これぐらいの距離かな。
さかなく追走していきまして、レースは最終周回です。あと一周ね。3番です。1番の三浦に3番の山田、最終1マークをクリアしていきます。どうする？食べますよ、食べますよ、食べますよ。2番の重野の外側、4番の鈴木再び1番。あー、もうやっぱそうなるよ。ちょっと上がる感じになりまして、2番の重野が3番で、現在の体勢1番、3番、2番です。14倍。一定審判差、4番の鈴木が再び伸ばしてきまして、5番の浦和ラストから諦めるの何が起こるか分かんないです。1、3、4持ってんの？1番の三浦がトップで最終端末クリアしていきます。今シリーズ初勝利になります。2番手3番山田、3番手大勝負、1番鈴木、5番手が持ちがついたんですが、2番手3番手キャプテン守ってくれです。先頭は1番手三浦、2番手3番山田、3番手は4番鈴木です。よいしょかー、おーすごいすごい、いやー This is 江戸川すごい、最後やったよすごい、すごい、急に当たった、急に当たった、うん、すごいすごい、目がもう瞳孔が開いちゃって、やっぱね、諦めない心だいやー、よかった、すごい、これがね、江戸川、何が起こるか分かんない、すごい、最初のね、マークでパーンと跳ねたね。よし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 。いや、よかったよかった。うん、俺当たるかななんて思ってたけど、なんかすっげー叫んでんなと思って。え、持ってんのみたいな。あ、これはうち取った方がいいな。ああ、取ったんだみたいな。いや、貴族はやっぱすごいね。この状況で祝福してくれるって。いや、すごいすごい。いや、いいもん見た。むしろそっちに感動してる俺いやだってすごいじゃん、やったね、やったよやったよ、本当いいの来た、いいの来た、134やったね。次あれよ、 A クラスが 4手出てるよ。これフライングモッチが3手いるけど、そこをちょっと聞いておきたいな、うん、1号艇の永田選手だけ、うん、あんまりフライング持ってる影響がない、うん、なぜ、いや、まあ意識の問題だったり、あとエンジンの問題だったり、うんうん、いろいろ条件はあるんだろうけど、1号艇の永田選手は特に影響なくスタートいけてるように思えます、うんうんうん、2号艇の永井選手もあんまり影響ないように見えるかな。スローの時は特にちゃんといってる感じだから、うんうん、2号艇の場合はスタートきっちりいけるんじゃないかと、1も2もね、うんうん、問題は4の折下選手、はい、折下選手は僕の中では神谷内大臣として、うん、江戸川神谷内大臣3人いるんだけど、うん、その3人の中の1人なんですよ、折下さんは。何と神谷内の、やったりやらなかったりする、うん、だからさすがに4コースでね、内側に3人例えば下手な選手がいるとしたら、うん、ここは折下選手の頭で十分いけるでしょうと、うん、勝ったら2着にも来ないとか、うんうんうん、で上手い人ばっかりいるから、うん、ここは折下選手は2着か3着でしょうと勝ったら、うん、ズバーンって1着だった、あ、4からバーンってバクってね、 そ, うだ、その選手のなんか着と噛み合わないのがこの今回は折下選手。頭で言うと1なの2なのっていう話をしたら今んとこそうなるよね。ただ怖いのは3号艇の井出選手がなかなかいい成績残してるのね、ここまで、うん、3着6着2着2着、うんうん、3号艇に B1 だからっつってなめてると何かあってもおかしくないよね、うんうん、で5も6も決して切れる選手ではないし、鳥塚さんいますよ、鳥塚さん。そうなってくるとそもそも永田逃げれんのかって話になる。ふう、体痒くなってきた。何何なんで、え、熱くなってきたの。なってるなってる、なんか初めて見るテンション。あ、そう、うん、まあ、初めて当たったからね、うんうん、本当に初めて見るテンションなんかちょっと子供みたい。盛り上がってきてる、盛り上がってきてる、うん、完全に盛り上がってきてる。
イケイケどんどん状態に今なりそうなの。これボタンのかけ違い注意しないと。かけ違えていこうと思ってる。お、普通に123とか124とかっていう目は大丈夫？125とか126とか。いやもうそうなったら俺はしょうがないと思う。おえー、貴族にもいろいろなタイプがありましてね、私は賢い方の部類に属する貴族ですんで、一回ああいうのがあったからといってドーンってこう海面を広げるとかドーンって分厚くいくとか、そういうことはまずいたしません、きっちりありそうなところを狙っていきたい。13前14前先ほどよりも、2の3着を入れましたね。オッズ的に1314はついてたんで、今回もちょっと2号艇は柔軟なんじゃないかという勝手な読みでございます。なのでやはり31も抑えておきたい。これ3156だと満州なんで5000持ってますから50万60万の世界が見えてくるかなというところですね。動画はやはり何が起こるか分かりませんから期待したいと思います。はい、貴族船後編2レース目なんですけれども、ちょっと前編をご覧になってない方にはちょっと展開が読めてないと思うんですけども、ちょっと日和りましたね、日和りました。はい、12がまた例によって A1 クラスで人気が出てるっていうところで12ガチガチかと思いきや、外枠の方にも A クラスがいるので、9レース目だったかな、12に人気が集まった時よりもオッズが非常に平らかになりまして、割れてます。で一応1号と2号どっちをじゃあ頭にするのかっていった時に、2号艇の選手が今日悪くないレースをしてるんですね、すでに。なので2位頭で21を買おうかと思いきや2前1、1号艇は3着までと予想しまして、2前1を1万円ずつですね、これがだいたい50倍から満州つくっていうところなので、まあここが来てくれたらだいぶ同じで、ここが日和ったところなんですけれども、9レースかな、9レースにその人気だった1、2号艇が2着3着に入って3人1で決まったレースがあったんですよ。それが111倍ついたレースだったんですけど、そこをよく考えてボタンをかけ違いさえしなければ変えたレースではあったっていうところを、ちょっともう1回来たら困るということで、こちらサウザンド買い、本日今回初のサウザンド買い5000円ずつ8点ですね、全1221という買い方でございます。これがまただいたい50倍から満州つくというところで、まあ、これは来られたら困るっていうところでちょっと当てたいですね。まもなく投資が50万円に届きそうな感じになってますので、ちょっと当ててプラリたいです。さあ、はい、11レースですが、私調子に乗ることをしませんでした。お13前14前そして31前を全て5000円ずつの合計6万円で抑えてます。これ僕はひよっちゃって、僕も投資は6万円なんですけどちょっとひよっちゃいましたよね。今回うまかったじゃないですか、そのあオッズがね、オッズが今のところで2前1を1万円ずつ全1221、はあ全121に、うん、5000円、5000円ずつ、え6万円じゃないんじゃないの、あごめん8万円だ8万円だごめん、ひよっちゃった、ひよっちゃって8万円いっちゃったんだ、ひよっちゃった、本当はもっと行きたかったんだけどね、行きたかった、うん、一応予算50万円で考えてるんで負けても50万円でまでだよって、ただこれ取れないとちょっと借りないとダメだね足が出ちゃう、え足が出ちゃう、足出ちゃう。予選特選の11レースです。スタートまで10秒切ります。進入ワインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。
スタートしました。2コースから5コースまで揃ったスリットで1番長田がちょっとへこみ加減、2番の長井はどうする、まくりに行く、内枠両者が競り合った、内をついては3番井出に4番森下が差し込んでいく、いやー山陽は困る、3コースから3番井出が差し込んでいってます。山陽さん非常に困る。3手さん2番手には4番森下、そして3番手に1番の長田、その後ろは2番長井、5番取り塚、いやここから長田さんのねさばきよ、おばさん412とかセクシーだよ、番の押し飛ばせ飛ばせ、3番手ですが内を潜ってきました。いやまだあるある、これは3位ある3位ある、3番手さらには4番全然ある、接近中です。ただ噛み合わない折下大臣が2頭走ってるだけに3番の井出が早くも抜け出しまして2週間1番クリアしていきます。2番手争いになっていくか、4番の折下が先制していきまして1番の永田がまくってきますが、いや上手に回るわ、 2,3 番手の差は広がりました。諦めんなさっきと一緒だぞ、現在の体勢は何持ってんの、3,1,4 番です。嘘本当、離れて2番永井と6番渡辺の競り合い、ラストが5番トリーズから2周2枠へと移ります。3番の井出がトップで2周2番を増やしていきます。4番の折下2番手、その内側1番の永田がいいよいいよいいよ、つけてるよつけてるよ、いい位置つけてるよ、1番の永田が3番手、あるよあるよ、3番4番1番の体勢で道路前通過していきまして、レースは最終周回へと入っています。このレースは何人気になっていました、4番が何バウンドもしてる間に1マークをクリアしていきます。4番の折下2番手、1番の永田3番手で最後のバックストレッチです。体勢変わらず3番4番、いや3番は痛い、3番は痛い、3番は痛い、3コース出しから今シリーズ初勝利ということになりそうです。3番の井出亮太トップで最終端マーク向かります。みんな見てるね、4番の折下が2番手で1番の永田が3番手、3、4、1、いやー痛い、惜しいね、3番の井出亮太です、今ゴールイン、これが来るね、2番手4番折下3番手1番永田ゴールイン、3、4、1変えたね。これは変えた。変えたよね。三四一変えてたよね。抑えてなきゃ変えてるよね。ダメだ。ダメだ。三四一九千七百円。ダメだ。いやーいいとこだよ。これは俺には買えないから全然悔しくもない、8万円なくなったっていうことだけ事実としてね、そう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 、ただただ8万円なくなった、うん、これはもう悔しさもかけらもない、ね、悔しいな一応悔しいのはお金がなくなって悔しいなだよ、あ買えたなとかね、そうそう、惜しかったなではなくではない、さあ最初ですよ、うん、これを取ればいいんじゃないですか、結果これ取ったらオールライトよ、1号艇 A1 クラス飯島さんが非常に人気を集めそうですけれども、いいですね、ただね他がちょっと分かんないんだよ、3レース23がちょっとへこみそうなのよね、うん、そうすると4の出番あるし、うん、4の出番あるってことは4から外普通に出てくるし、うん、あと6号艇の奥平選手はあの我らが江戸川を司る神松爺がめちゃくちゃ推してる選手で、うん、その奥平選手今節めちゃくちゃ調子いいです、5レース3は、まあ、めちゃくちゃってもインから負けちゃってんだけど、うん、今日も3コースから1着取ってるし、うん、非常に足色悪くなく奥平さんは俺は絡めたいね、1が信用できねえんだよな本当にもう1がさこんな今日はね今節そうよ本当に、昨日一昨日もそうだったし、毎回なこれぐらいの1の信頼度だったら嬉しいんだけど1ばっか来る時もあるじゃない、それはすごい難しいよね、だそこの 50% ですよね、 50%だチャッピーの相撲で1ゲーム目にベルを引いて、あごめんなさい、ちょっとそういう専門的な話は言え多分今パチスローの話でしょ、そうそうそう、あそれだから 50% あんま分かんないのよ、だから 50% だから要は魔界チャンス入るか入らないかみたいな、あそれもそれも分かんない、確変確変、そう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 、ガロの魔界チャン、魔界ちゃんを引っ張ってくるか来ないかっていう、で今どっちに触れてんの、要は1の信頼度ってそんなもんじゃない、1枠が
今は本当そうね。今日に関しては1がもうとことん4回しかイン逃げられてません。でイン逃げ以外だと3号艇の頭がなんと実に5回。ただ飯島さんはさすがに逃げんじゃねえのって思っちゃうんだよな。これはいいか、決まった。よし、飯島今日はマガちゃんには入らない。入らない、マガちゃんには入らない、うん、今日はマガちゃんの流れじゃない。飯島さんがちょっと残念だったね、一着は取れなかったねっていうところに僕はかけます。さあ非常に調子のいいミスター奥平が6号艇にいらっしゃる。6の奥平さんといえばというのがね、我々江戸川ナイスチームの間ではねもう常に言われている話で、今節の奥平さん見てる限り大丈夫だろうというのがこちらでございます。1661全1万円、6123のところで決まってくれると、まだ満州ありますんで帯が見えます。で、もう一つだけあるのが岡雄心選手が仕掛けての金子はじめ選手が2着に入ってくる1号の46というところを1万円ずつ抑えました。合計で10万円なんですが、夢を追い続けてなんかあんななるの嫌じゃん。なんかねちょっとやっぱ崩壊してると思うんですよ、いろいろと。でその辺グッと引き締めるためにも、ここはきっちりチャラ戦で遊んだぞというのも、見せたい。そして当たれば夢もある、帯もあるというね、いろいろ詰まった船券でございます。第2回貴族部で最後の夢はこちら。宇市先生の話とか あとは桑原先生の話を、あとは展開予想なんかを参考にしまして、4号艇の岡さんが仕掛けるだろうと。で A1 なので、残っての4頭で、飯島さんも A1 で残って4-1全、こちらを1万円ずつ、まあ大してつかないです。これは言うて20倍から40倍ぐらいだったと思います。はい、でまあもし当たればまあ今日はちょっと負けですんだねっていう。そして第2回貴族部で最後の夢がこちら、4-1です、ね、これはなんとつくところを見ると300倍なんていうのもありましたんで600万です。当たれば600万です。で大体今日負けると700万ぐらい僕総額負けることになるんでですね、一気にちょっと戻したいと思います。はい、夢です。さあ最後どこ行きました？岡雄心4号艇から。4号艇岡ですわ。ちょっとねオッズ下げましたね僕。びっくりしました。2万円だったんですけど、はい、300倍ついてたんで、おお600万だって思ってたら、ぱって見たら150倍半分になってた。そんなに下げるんだ。下がる。その辺のオッズは下がるってことが今立証されましたね。まあ、風はスタートラインに対しての追い風、南の風が6メーター前後。川の流れ同じ向きですけれどもだいぶ弱くなっています。他新入ワインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2番です。いやダッシュでダメだなやっぱな。スタートしました。スローから起こした3選手がわずかにこうスタートで1マークへと向かっていきます。1番飯島の陰線です。3番の山崎がまくりを打ってきまして中をついて5番金子がまくり出す。あーミスター邪魔された。バックスイッチ入ってきまして、うわー今ちょっと邪魔されたわ。岡も邪魔されたわ。ミスター邪魔されたよ。岡も邪魔された。1号4しかねえぞ。前提正常でした。一緒に巻くトップ戦から1番の飯島です。2番手5番の金子、1号4しかねえぞ。3番手争いからは外から4番の岡がまくってきます。21番ある。10万入れてるから11万。3、4番手の差は2点進歩道、レース2周回目です。あー、岡。1号4ならいいぞ。トップ旋回です。
5番の金子が2番手、そして4番岡の内側を3番の山田に持っていきますけれども、おー大丈夫か、よし、4番の岡が3番手をキープしています。岡 3、4番手の3番手、いや、さすがにね、3番にやられるわけにいかないですよ、これ4番2番のよろず、ラスト離れて6番岡田連に負けに外したか、1番の飯島がトップ世界です。5番の金子2番手、3番手、4番岡と回ってきまして、ホームへと帰ってきました。現在の体勢は1番、5番、4番の体勢で大時計前を通過していきまして、1号4は変えたな、1前4変えてるよな、5万だよここ、負けてなかったら勝ってたな、1番の1番、5番の金子、絶対勝ってる、悔しいな、ここ5万じゃないの、貴族だったら1前4勝ってたな、4前1勝ってんだから、今節3勝目のゴールということになります。1番の飯島明宏トップで最終端末クリアしていきます。奥平さん入ってこれそうだったけどな、3番手、1番、5番、4番、まもなくゴールを迎えていきます。1号持ってんの、先頭は1番の飯島です。1万円です。2番ゴール、2番手、5番の金子、3番手、4番の岡、おい、ね、せい、よし、いいでしょう。まあ、10万円使って一番安めのところが来たわけです。十分っすよ、一番安めだからね、21倍、十分十分。俺の今日の範囲はもう最後ひよっちゃったことだって、4001持ってて、なんで1004持ってないのって話や。まあ1004だとちょっと安いっていうのもあるんじゃない。いや、当たるってことをやっぱりね、重きを置いてるんだからね、そこは持ってなきゃダメです。だから要は金が50を超えてしまったっていうところです。なので次回からは70万円天井にしたいと。いい考え方だね。そうなんです。そうだよね、天井を上げればいいんだもんね。そういうことです。じゃあもう100にしといたら。いや、そこはね、一応もう一回上げさせて。あ、2段階で。そう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 、2段階の70で検討して、第2天井まで行くと、いよいよ新之助はもう廃人寸前みたいな。なるほど。とかテレボートの、ね、力に頼らずに行こうと思ったら、こういう要はひよった買い方になっちゃったのが敗因。ああ、なるほど、そうかそうかそうか、そういうこと。だから天井を意識しちゃったんだよね。そうそうそう、天井超えてんなこれって思って、財布に5000円しかないのにパチンコ屋行っちゃったみたいな。そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。でもジャグラー打つしかないみたいな。そう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 、ジャグラーじゃまくれないもんね。まくれないです、ね、っていう。だからボートは100円からできますんで。それどうして今入れたの。いや、そういう風にやったら綺麗にまとまるかなって。あ、なるほどね。そう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 。で、要は自分のキャパシティを超えたようなかけ方っていうのはこれは絶対ダメですから。それさえしなきゃ別に天井がいくらだろうが。そう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 、ね、キャパシティ俺超えちゃったのよ今日は。超えちゃったの。あ、だから変えてなかった。変えてなかった。あ、そう。で結果的に破滅への道がこう始まっちゃうわけだから。だから常にキャパシティの中でやっぱ楽しみにしないと。そうね、ダメだなっていうのを改めて分かった。これは今日はゴッドに設定入ってる日だって分かってても、5000円しか持ってなかったらいけないもんね。いけないってこと、うん、つまりそういうこと。簡単に言うと、もうまさにそれだったね。そうそうそう。だから、次回70万に引き上がります。そうです、天井がね。はい、ぜひ次回もご期待いただきたいと思います。今回はまあまあ貴族船としては初勝利でも、ね、そうね、そうね、次回どでかいのを狙いたいと思いますんで、ご期待ください。はい、今回この辺でお別れです。ありがとうございました。